スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX の連続注文比較ということで、まあリピート系などという呼ばれ方もするんですけども、それらの代表的な、6つのサービスを、比較していきたいと思います。はい。でですね、情報は当然ながら動画投稿時のものです。最新情報はこの動画の解説欄に掲載されているURL よりご確認ください。まだそちらよりね、公式ホームページで、各サービスの詳細をご覧ください。と言いますのも、今回ですね、ひとまとめにして、連続注文と言っていますけども、まあ厳密に言うと、それぞれ、特徴があって違います。はい。でですね、まあまあ、FX の連続注文、リピート注文なんですけども、まあ元祖は、マネースクエアジャパンのトラリピでした。ね。その後に、ガイタミオンラインが、サイクル注文、アイサイクル注文、そしてインバース証券がトライオート FX のサービスを、開始してですね、まあ、今このサービスで非常にまあ、熱い、はい、状態です。でですね、まあその特徴なんですけれども、手動で注文を毎回発注しなくても、半自動売買のように次々と発注してくれるのが特徴で、レンジに強いものが多い。どういうことかと言いますとですね、手動ですと、例えば、レンジの中で、上限、上の方に来た時に打って、下の方に来た時に買うと。ね、それを繰り返そうと思うと、その都度ね、チャートを見ながら注文を出す必要がありました。ただですね、この連続注文、リピート系注文だと、そういうことをしなくてもですね、勝手に、上に行けば、利益確定をしてくれて、そこでまた新たに今度売り注文を持ってくれるなどね、そういうことをしてくれる。で、まあ先ほども言いましたけども、厳密に言うと少し違いますけども、まあ、全般的に言えるのは基本的にはレンジ相場に強いものが多い。はい。ということです。はい。まあそういう前置きだけあります。で、その中のまあ代表的というか元祖がこの、マネースクエアジャパンのトラリピなんですけども、はい。まあね、やっぱり最初に始めたところっていうのはどうしてもこうなってしまうのかなということで、正直スプレッドが、広いです。この動画投稿時点で米ドル円4銭でしたっけね。はい。で、別途取引手数料もかかってきます。はい。今普通ね、FX でね、取引手数料がかかるところっていうと、もうクリック365ラージぐらいしかないと思うんですけども、まあそういったところもやっぱりこう先行者利益といってね、先にやってるところはなかなか手数料とか下げないのかなと思います。これは、通信業とかね、他の業界でも同じですよね。はい。ただですね、やっぱり最初に始めたところなので、使い勝手の良さとか、スマートフォンアプリとかね、あと企業自体も上場企業というところはメリットかなとは思います。はい。これ初心者マークをつけているのは、まあ、初心者に比較的向いているかなというところですね。ここにマークつけております。はい。で、次ですね。はい。こちら初心者マークついてないんですけども、インバスト証券さんのトライオート FX。まあ、この動画投稿時点ですね、米ドル円のスプレッドが 0.3 銭原則固定です。0.3 銭原則固定。まあ、かなり狭いんですね。ですけども、まあ、連続注文、これ AP 注文、オートパイロット注文と呼ぶんですけども、それは別途手数料がかかってきます。そしてですね、選ぶだけの FX というのもできます。はい。で、こちらも上場企業です。でですね、裁量取引もできるんです。本当にね、何でもできるのがこの特徴かなと思います。トライオート FX。なので、ある程度 FX の経験がある人で、まあ、いろいろやってみたいっていう方は、ここがおすすめかなと思います。まあ、比較的中級者以上のサービスかなと思います。で、先ほどね、まあ、この業界に、まあ、火をつけたというか、このサービス火をつけたもう一社ですね。ガイタメオンラインさん。はい。ここは会社自体はですね、非上場企業、上場企業ではないんですけども、元 AKB のね、AKB48 の大島優子さんを、CM に採用するほどの資金力がある超大手です。もともとね、初心者さん向けの情報が多くて、連続注文の解説も公式ホームページちょっとわかりやすいかなと。はい。なので、これも初心者マーク、つけております。でですね、実はもうここから紹介する4社っていうのは全て、同じ系列なんですね。この FX ブロードネットさんも実はこの同じ IS ホールディングスという系列なんです。このガイタミオンラインと。でですね、要はもうこれと同じ、ものを使って、ほぼ同じものを使ってるのでですね、内容、サービス的には一緒かなと、上のサイクル注文、アイサイクル注文と。はい。ただね、下の方がね、スプレッドかなり狭いんですよね。なので、スプレッドにこだわるんであれば、この、同じようなサービス、この2つ使いたいんであれば、下の方がいいかなと。はい。で、まあ、
企業が大きい方がいい、まあ実は同じグループなんですけども、企業大きい方がいいっていう方は上の外為オンラインの方がいいかなと思います。で、このトラッキングトレードの設定画面ですね、ちょっと私触ってみたんですけども、これ直感的に、使いやすいです。はい、想定レンジとかね、入力して、あとまあ資金とか入力して、やっていくっていう形なので、まあ比較的使いやすいんで、これも初心者マークつけております。はい、で、次ですね、ここはあの実は大本命というか、はい、ちょっとややこしいんですけども、アイネット FX さんが提供するシストレアイネットというシストレサービスの中にループイフダンっていうものがあって、このループイフダンがまあ連続注文系だと。はい、これ実はですね、私のブログでまあ一番人気があるコンテンツとしても人気ありますし、実際に講座解説も多いです。はい、なぜかというと、ここシステムトレードなんで選ぶだけなんですよね。本当はあの3ステップで始められるので、初心者さんには非常に向いている。あとですね、先日よりあの期間限定で、漫画でこの仕組みがわかる書籍のプレゼントキャンペーンというのが始まりました。私もこれ実際に読んだんですけども、これを読むとですね、あ、ループイフダンっていうのはそういうことなんだっていうこと、あるいは、連続注文ってそういうことなんだっていうことがわかる書籍なんです。で、これがですね、あの取引しなくてももらえるんですよ。私のブログのバナーから新規講座開設して、入金2万円すれば、書籍が送られてくると。なので、まあ、それを読んでからね、やるやらないということを決められる。はい。で、まあ、これ多分ね、今一番ループイフダンが、この連続注文系の中では、人気が、私のブログに限らずあるんじゃないかなとは思います。はい。で、同様のループイフダンがですね、このひまわり証券さんでも、FX の中にあります。はい。で、さっきも言いましたけども、ここも、外為オンラインさんと同じ ISO ホールディングスという、同じ系列の、まあ、すべてまあ大手です。はい。でですね、ただこちらですね、上のサービスを、iNetFX さんから、まあ特許が実用信案かなんかね、取ってたと思うんですけども、それをまあ使わせてもらってる形なので、別途取引手数料がかかってくるんですよね。はい、下の方のループイフダンを選ぶと。ただですね、ここはあのシステムトレードの方が結構豊富なので、まあ、システムトレードもしつつループイフダウンをするなら、ひまわり証券の方もありかなと。まあ、ただループイフダウンはもう上でね、iNetFX でして、シストレはこっちでするっていう講座を2つ解説するっていう考え方もありかなと思います。はい、ちょっと一つ一つね、細かく解説していくと、時間かかっちゃうので、ざっくりと、6社特徴を話しました。ちなみにこの中に入れていないものもあるんですけども、まあ、ちょっと連続注文というには、機能が物足りないかなというものなどは、入れておりません。あるいは企業の信頼度なんかで、あんまり信頼度が低いところは今回入れておりません。でですね、さらに詳しく比較、そして解説ですね。一個一個、ブログ記事あるいは動画でも解説してるんですけども、そちらですね、この動画の解説欄に、URL を貼っておきますので、まあ一覧表も見れますし、もう一度ね、結局どこが上場企業だったんだとか、あるいはどこが特典が、もらえたんだっけということは、そちらをご覧いただくと、わかります。そして、そこからオンラインの講座解説も可能となっておりますので、よければご覧ください。ということで、今回はこのようなお話でしたけども、これ以外にも週末恒例、来週の戦略、そして FX バイナルオプションシステムトレードなど投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。私のブログはこちらの2つありますので、こちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。